写真拡大。オリックスは23日、ドラフト2位、野口智也内野手、22、神大と小田裕也外野手、32が新型コロナウイルスの陽性判定を受けたと発表した。両選手とも22日に実施した PCR 検査で陽性が判明。現時点では無症状で隔離療養を行っている。25日の開幕戦出場は絶望となった。オリックスでは20日の PCR 検査で育成の辻垣と宇田川、育成ドラフト3位大里も陽性判定を受けている。